今日はですね、今こちらお貸してもらっているんですけども、はい、こういったポケットがいっぱいにあるこのようなショルダーバッグですね。内ポケットにも2つポケットがついています。見るからに難しそうなんですけれども、でもね、すごい簡単に作れる方法があるので、そうなんですね、ぜひこちらの方に挑戦してみてもらおうと思います。はい、ではですね、使っていく材料の方の紹介をさせてもらいます。はい、すごく長い生地なんですけれども、横幅は27センチ、長さが100センチの生地を表生地と内側の生地1枚ずつ準備をしています。で、今回はですね、こういった D カンをつけてショルダーにできるようにしていきたいので、ショルダーを作るための生地になります。これが4センチ×6センチ、表生地で2枚準備をしています。あとはこれですね、最近は100均なんかでも手に入る樹脂ホックと言われるものです。手でつけられるボタンになっているので簡単につけることができます。使っていくのはこの材料だけになってきます。じゃあまずですね、こちらの D カンをつけるための小さな生地ですね、こちらの方を折っていきます。はい、これはこのような形ですね。ここについてくる分になるので、先に作って準備をしておきます。はい、まずですね、この6センチの幅のところを折っていきます。三つ折りにしていくのですが、生地端がですね、ここ表に出てこない内側に収まるぐらいの位置、ここでアイロンをして固定をしていきます。これは大体の目分量といいますか。そうですね、ざっくりで大丈夫ですか。はい、はい、このように端ですね、ちゃんと表に出ないように三つ折りにできたら、はい、この D カンを生地端が内側に入るようにして通してもらって、半分に折っておきます。これは一旦ですね、クリップなんかで固定をして置いておきます。もう一つも同じように作っていきます。はい、次はですね、本体の生地を折っていきます。はい、で、端のところから47センチのところに印をしてください。はい、端はどちらからでも大丈夫です。はい、はい、できました。そしたらこの47センチのところで外表になるように折っていきます。はい、はい、この辺りですか。で、こうやってね、表側が外に出てくると印をしたところわからなくなってしまいがちなので、はい、もう一度きちんと測っておきます。はい、47センチですね。はい、はい、できました。はい、まずですね、ここでしっかり型をつけておいて、はい、内布も同じサイズに縫っていくので、まずアイロンをする前に内布も同じラインでやっていきます。はい、で、内布もですね、これちょっと裏表分かりにくいんですけれども、表が外を向くようにして表生地と同じように折っていきます。このまま縫ってもらってもいいんですけれども、一応アイロンをしっかり当てておいて、ここ端から5ミリのところを1本、輪の部分を縫っていきます。はい、返し縫いなしでスタートをしてもらって大丈夫なので、内側の生地もですね、同じように端から5ミリを縫っていきます。はい、次は短い生地の方に向けて、この縫ってきたところを19センチ折っていきます。はい、で、これはですね、もう印を書かずに折った状態で19センチを測って直接アイロンをしていきます。はい、で、内生地もですね、はい、同じようにやっていくので、短くなっている側にこれを倒していきます。はい、で、今この折ってきたところなんですが、短い生地と合わせた状態で後ろの長い生地、ペランと向こうにやってしまいます。ずれないように固定をしておいてください。はい、そうするとですね、ここ輪になっているところがあって、ここに折り目があるんですが、ここに中央にですね、ポケットを分けるために1本縫っておこうと思います。これは、お好みで中央でもいいですし、自分のね、使うサイズによっていろいろと変えてもらったらいいかなと思います。はい、ここはね、ポケットの入り口になるので、しっかり返し縫いはしておいてください。はい、表生地の方にさっき準備をしておいたこの D カンの小さな生地、こちらを仮縫いでつけていきます。はい、これをつける位置なんですけれども、
生地端、縦の生地端から2センチずらしたあたり、端を1センチ程度表に出した状態にしてもらって、もう一つの D カンつける位置なんですが、これは対角線上反対側の斜めの角になります。ここ5ミリぐらいで縫って留めておきます。はい。内側の生地重ね合わせていきます、はい、ポケットを縫ってある側と表生地のポケットが縫ってある側、これが逆の方向を向くように、はい、中表に合わせていきます、はい、中表に、はい、でここの端の部分1センチで縫っていきます、はい、こちらも同じように1センチ、ポケットの向きだけ気をつけておいてください。ここには D カンですね、つけてあるので、ここちょっと気をつけないとですね、 D カンこのような状態で縫っていくと針が折れたりとかしてとっても危険なので、必ず内側に倒しておいて気をつけて縫うようにしてください。はい、次はこれを表生地と内生地に2種類分けていきます。はい、もう全くイメージがつかなくなってきたんですけど、はい、右と左に分けてもらうと、ここ縫い目同士のところがあるので、はい、ここの部分をまずアイロンで倒しておきます、はい、どちらか片方に倒してもらったら大丈夫なので、このようにアイロンをしてください、はい、次はちょっと表生地ですね、こちら側ポケットをつけたところからなんだかボヨンと出ていますけれども、はい、これを一つのここのポケットの折ってあるところに合わせて折り込んで、位置このように中に中割り折りという折り方をしていきます。このくらいでどうでしょうか。はい、大丈夫です。はい、そうしたらこちら内側の生地ですね、内側の生地はこの部分が一つに反対側にペコッと折ってしまえば大丈夫です。はい、できました。次はこのラインを1センチで縫っていきます、はい、ただ返し口開けておかないといけないので、内側の生地の中央あたり10センチから13センチ程度でいいので、この部分を縫わないように開けておきます。はい、じゃあですね、今度は返し口から裏返していきます。はい、はい、はい、ここまでですね、はい、まず大雑把にですね、今裏返してもらったので、この部分返し口になっていたところを縫い閉じておきます、はい、でここポケットがあるので、この部分きれいに内側に折り込んでもらって、はい、ここギリギリのところを縫って留めておきます。はい、で今ですね、これで返し口も閉じてきたので、はい、内側の生地を中に入れていきます。あ、そういう風に中に入れていくんですね。そうなんです。あ、そこがバッグの入り口になるということですね。はい、ここが袋口になってきます。でここの袋口ですね、ここをきれいにアイロンで整えていきます。はい、で、できるだけね、表から内布がこう出てこないようにアイロンで型をしっかりつけてください。はい、ではですね、全部にまあアイロンで仕上げをする前に、ここの袋口のところをまた5ミリぐらいで縫っていきます。はい、そうですね、こういった筒状のところを普通にこう縫っていこうとするととっても縫いづらくなってくるので、大体のミシンこの下の部分外すことができます。なのでこの部分を外した状態にしてもらって、このように入れて周りを一周ぐるっと縫っていくととてもやりやすくなります。はい、で初めにですね、返し縫いせずにスタートをしてもらって大丈夫なので、はい、糸でかぶせて返し縫いをして最後に終わるという形にします。はい、
でこれをちょっとね最後アイロンで形を整えるんですけれども、ちょっと今ね手元にアイロンの枕がないので、ペタンと潰した状態でアイロンで整えていきます。はい、ね、これで仕上げてもらうと分かるんですけども、はい、あれやって中にですね割って折ったことで、このように横に三角まちというものが出来上がります。これがちょっとポイントで可愛いところでもあります。でこのままねバッグ仕上げ完成でもいいんですけれども、はい、ちょっと空いていると不安だなという場合もあると思うので、はい、そういった時に最初にですね紹介していました樹脂ホックというものをつけていこうと思います。はい、今ですねここに大体の幅測ってもらうと25センチで仕上がっています。はいはい、でまずは中心の 1.5 センチ下がったところ、ペンで印をつけていきます。はい、この綺麗に重ね合わせた状態で目打ちでですね一気に裏布もぶっ刺していきます。はい、はいはい、このぐらいで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、でこのキャップを、はい、これぐらいです。表側から入れてみてください。はい、で内側からね綺麗に出ているかを確認してもらって、そしたらまずは一つこれを、はい、この向きにパチッとはめちゃってください。ギュッと、ギュッと結構力入ります。はい、これで埋まりました。はい、で逆側もつけていきます。はい、はい、はい、でこれでねバッグ完成です。お疲れ様です。どうでしたか？いや本当に最初に見たときは結構難しいのかなと思ったんですけど、はい、縫う工程も少なくて意外と簡単に作ることができて、うん、はい、あとポケットも布を縫い付けるのかなと思ってたんですけど、うん、こう折りたたむことによって、はい、ポケットが作れるんだなということもすごく驚きでした。はい、わざわざなんかポケットの生地準備するのも結構大変なので、はい、折りたたんで縫うだけでできるっていうのもちょっと楽しくていいかなと思うので、はい、またね色挑戦してみてほしいなと思います。いやありがとうございます。ありがとうございます。